はい、青木拓磨です。今回の動画はですね、元2クラス、今まで今期やってきた元2クラスの今までの振り返ってということをですね、お話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今回の元2なんですけども、単純に3つのポイントを挙げていきたいと思いますので、一緒に見ていきましょう。はい、まず1つ目です。 KTM チームアジョがダントツに速さを見せつけている。今年はですね、なんといってもですね、レッドブル KTM アジョがですね、群を抜いて見せつけております。チームアジョなんですけども、昨年からですね、SAG からですね、移籍をしてきました。ゼッケン87番のレミー・ガードナー選手。そしてですね、昨年元3からステップアップをしてきました、ラウル・ヘルナンデス選手。この二人のですね、シーズンなんですけども、本当にですね、この元2を席巻してきたと言っていいと思いますね。なんと、このランキングトップのレミー選手は4勝、そして、ラウル選手は7勝と、二人合わせて実に16戦中11勝もしているということです。もちろんですね、まあ、チームのタイトルも取っているという風な形になってますし、コンストラクターズのですね、チャンピオンも獲得をしているという風な形になっています。で、今シーズンはですね、もうこの2人にチャンピオン争いはもう絞り込まれたと言っているためですね、チーム同士の戦いに目が離せませんでした。そしてですね、今シーズンその SAG から移籍をしてきたレミー・ガードナー選手はですね、あの往年のライダーワイン・ガードナーさんの実の息子でもあります。レミー選手はですね、以前まではそのチームとしてはですね、そこまで戦闘力の高いチームではいなかった状況下でですね、自分のライディングテクニックをですね、磨きながら爪を研いでいたんじゃないかなというふうに思っていました。ただですね、今年、レッドブルチームアジョ、KTM チームアジョにですね、加入してからはですね、一気にですね、もう才能を開花したしたというふうに言っていいんじゃないでしょうか。そしてですね、第15戦のエミリオ・ロマーニア GP まではですね、ランキングをトップを走っていると。今でもランキングトップを走り続けているという風な形になりました。しかしですね、同じチームのですね、ラオル選手がですね、シーズン中盤からですね、後半にかけてですね、猛追を図りました。もう本当にですね、すごい勢いで、もうレミー選手がそのランキングトップだっていうのをちょっと霞んで見えちゃうくらいですね、ラウル選手の追撃が非常に強いです。15戦のアメリカ GP ではですね、ラウル選手が先行を図るところでですね、まあ、2位を走行中のレミー選手がですね、6周目の15コーナーでなんとフロントが滑ってしまって転倒してしまいました。そして2011年シーズン、今シーズン初のノーポイントとなってしまいですね、同レース、そのアメリカでのレースでのですね、ランキング2位とのですね、ラウル選手が優勝しまして、でその差がですね、一気に9ポイント差まで詰められてしまいました。そんな中ですね、迎えた16戦のエミリオ・ロマーニア GP ではですね、チャンピオンシップでトップに立っていたレミー選手が予選なんと14番手、今シーズン最低のグリッドとなってしまいました。そしてラウル選手もなぜか予選9番手と、まあ、シーズン2番目に悪い位置からのスタート位置となっていました。まあ、これはですね、僕が推測する上で、エミリオ・ロマーニア GP 自体もですね、金曜日、土曜日と非常にその路面コンディションが悪くてですね、雨が降ってたり、雨からドライに変わる、ちょっとすごく難しいコンディションだったがゆえに、このタイムになってしまって、他の選手が前に行ってしまったというふうな形を推測できます。それプラス、あとは2人してランキング争い、ランキングトップ争いをしている上で、自分の走りができなかったのかなというふうに思いました。そういった悪い位置からのお互いスタートをしましたが、スタートをしてからはですね、ラウル選手1周目になんと7番手まで順位を上げました。そしてレミー選手も負けてませんでした。12番手まで上げて、そして残りレースの残り12周になった時点で、ラウル選手はですね、トップを走っていたローズ選手に
を追いついて、そしてバックスレで抜くわけです。でトップに立ちました。トップに立ちレミー選手8番手止まりで、もうそれ以上はちょっとタイム的にも難しそうだなというところがありました。現時点でのそのチャンピオンシップは実は逆転をされて、逆に8ポイント差まで広げられるというライブのポイントランキングが表示されていました。そしてですね、チャンピオンシップがですね、もうラウル選手がトップに立って、レミー選手が8番手に留まっているところ、もっとですね、レミー選手に不運がかかります。なんと、前に走っていたですね、チャントラ選手をですね、抜くときに弾き飛ばしてしまったんですね。弾き飛ばしてしまった後の行為がですね、レースディレクションにはですね、ペナルティの対象となりまして、コースをですね、ロングラップペナルティというものが課せられてしまう。になりました。これによりですね、ラウル選手のポイント差がさらに広がるのはもう明確となっていまして、現場にいたものもちろんチーム員並びにそれをですね見ていた観客、そしてテレビを見ていた我々もですね、そういった形を誰もが思いました。ところが残り11周になった時に事件が起こります。誰もがラウル選手の優勝、そしてポイントランキングをトップになってさらに後ろとの差を広げるだろうと思いきや、ここに来てなんとも大きなミスを犯してしまいます。それは8コーナーでもまさかの大転倒という風な形で、彼もですね今季3回目のノーポイントレースとなりまして、その後レミ選手は無事に走り切ってポイントをゲットしたということで、ポイントランキングも逆転をされずに、むしろラウル選手とのポイントをですね広げている形で次戦に持ち越しという風な形になりました。そしてですね、ラウル選手とのそのポイントランキングもですね、実際にはですね、ラウル選手はノーポイントとなったわけで、で、その差がですね、9ポイントから18ポイントにとなりまして、残り2戦という風な形になったわけです。はい、ポイント2つ目です。2つ目はですね、唯一の日本人、元2ライダー、小倉愛選手に期待です。はい、今年からですね、チームアジアからですね、参戦をしていますが、昨年まではチームアジアで、元3クラスに参戦。で、今年はですね、その元3クラスから元2クラスにですね、ステップアップをしてきた小倉選手です。で、今季はですね、オーストリア GP の時に、ラウル選手とですね、接戦を繰り広げた上、表彰台2位を獲得するなどですね、元2クラスではですね、頭角を表してきている選手の一人です。今シーズンはですね、この表彰台は1回しかないんですけども、十分にですね、彼はですね、このライディングであったりレースに対するポテンシャルを持っているライダーの一人ですので、まあ、いつでもその表彰台に登れる。またその表彰台に登ったら、ぶっちぎりの優勝という風な、そういった形になるんじゃないかなと僕は思っています。彼にじゃあ足りないところは何かなというところはですね、青山監督ともちょっと話をしたことはあるんですが、もちろんですね、レースの前半がですね、ちょっとキーポイントなんじゃないかなというふうに思います。まあ、レース前半のですね、食いつきであったり、その速さがですね、あれば、十分にそのレースをですね、やっていく上で、コントロールを、レースをですね、にイニシアチブを持ちながら、コントロールをしていく力が備わっていくんではないかな、というふうに思いますし、まあ、チャンピオンシップでですね、その上位に戦っていける実力というものはですね、十分に持っているライダーなので、まあ、その辺をですね、しっかりとやっていけば、確実に、元2でもチャンピオン候補になる選手だと、僕は、はい、3つ目のポイントです。3つ目は、来シーズンに MotoGP に上がるのは、Moto2 からは4人います。はい、3つ目はですね、その MotoGP、来年の2022年にですね、Moto2 クラスから MotoGP クラスへステップアップしていくライダーが4人いるということです。Moto2 クラスはですね、まあ中量級でありますが、まあやはりですね、その最高峰クラスのプレミアムクラスにですね、足がかりのなっているクラスの一つとなっています。今回はですね、今年はですね、現在ランキングトップのレミー・ガードナー選手が、来年は KTM テック3のチーム、そしてですね、2人目はですね、現在ランキング2位のラウル・フェルナンデス選手、彼も同じく KTM テック3への移籍が決まっています。そして3人目はですね、現在ランキング3位のマルコ・ベッツェッキ選手、まあ、イタリア人の選手ですが、彼は、バレンティーノ・ロッシが立ち上げている VR46 のチームでドカティのマシンを借りながらやるというふうな形になっています。そして現在はランキング7位になっています、イタリア人、同じイタリア人のファビオ・ディ・ジャランティニオ
選手。彼はですね、グレシーニのチームとなり、ドカティを狩るというふうな形になっています。ということでですね、現在ランキング3位までの選手が、こぞって MotoGP へステップアップするという、まあ、来季の2022年の Moto2 クラスはですね、今よりももっともっと混沌としたレースになっていくのは必至ということがあります。そして今ですね、Moto3 でランキングトップを走っているペドロ・アコスタ選手もですね、来季はレミー・ガードナー選手とラウル・フェルナンデス選手がその MotoGP クラスにステップアップするがゆえにですね、彼が今度 Moto2 クラスにステップアップして同じ KTM アジアで参戦するということも決まっているので、そこもですね、すごく面白くなる要素の一つになっていくと思います。はい、それではですね、最後になります。最後はですね、今季も残り2レースとなってますので、その2レースある中の見どころを紹介させていただきたいと思います。 Moto2 クラスチャンピオンシップがですね、トップと2位との差がですね、わずか18ポイントという大接戦で、次回のガルガルデの、ポルトガル GP を迎えますが、ランキングトップのレミー・ガードナーがリードを広げるか、はたまたやラウル・フェルナンデスが得意のアルガルベサーキットでトップに立ってその差を縮めるか、Moto2 はですね、そこに焦点を絞っても間違いないというふうに思います。そしてですね、ラウル選手はですね、このアルガルベサーキットは本当にですね、得意で、2020年の Moto3 時代でも優勝、今季のですね、第3戦でも行われたアルガルベ GP でもですね、優勝していて、本当、心身ともにこのコースを得意としている選手です。まあ、そこにですね、ランキングトップのレミー選手がですね、ラウル選手とのその一騎打ちというふうな形も見ものになってくるんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、まあ、レミー選手がラウル選手の前に出てポイントをさらに広げていくか、もしくは攻防、できるだけポイントを広げられない攻防戦に入るかというところもですね、見ものになってくるんじゃないかなというふうに思います。ただですね、ラウル選手はですね、先日のエミリオ・ロマーニャ GP で大転倒をしています。まあちょっと目に見えて負傷しているという部分は見えませんでしたが、まああれだけの速度で転倒しているので、まあどこかしらかはですね、ちょっと痛いところはあるとは思います。そういった怪我をしているその可能性も否めない状況ですが、こういった部分ではですね、まだまだその Moto2 クラスのチャンピオンシップにはですね、目は離せないと言っていいんじゃないでしょうか。はい。そしてですね、ゼッケン79番の小倉選手にも期待しています。なぜかというと、第3戦、今年の第3戦にはですね、予選は4番手スタートからしたものの、転倒に巻き込まれてレースをリタイアしていました。それの雪辱をですね、晴らすべくですね、今回のアルガルベはですね、特別な思いを持って臨んでくることには間違いないと思いますし、十分に表彰台争いはできていくんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、今回なんですけど、もう一人の日本人ライダーが参戦することになりました。ゼッケン45番の長島哲太選手です。はい、長島選手はですね、昨年 KTM アジオからですね、この Moto2 クラスに参戦していましたが、今シーズンはホンダのテストライダーとして、日本でその MotoGP マシンや鈴鹿8体に参戦するマシンとかの開発ライダーとしてテスト契約をしながらレースに出ることをですね、気を疑っていました。そしてですね、その代役が回ってきたのはですね、先日のアメリカーズカップ GP の時のレースでした。なんとレースの開催直前にですね、向こうのイタルトランスのチームマネージャーから SNS のメッセンジャーで連絡があって、急遽参戦が決まったというふうな形です。まあアメリカ GP ではですね、いきなりの参戦ながら、まあ同じチームでですね、年間通して走っていたジョー・ロバーツ選手よりもですね、順位を上げて16位という成績でレースを終えています。昨年のアルガルベ GP はですね、14位で終えていますので、まあ、彼自身もですね、このコースはですね、知っているコースだと思っていいと思います。ですので、彼にも最終戦、今回とアルガルベと最終戦、バレンシアと2戦参戦するということなので、彼にも期待していきたいと思います。はい、それでですね、今回の MotoGP の Moto2 クラスですが、第17戦ポルトガルアルガルベ GP はですね、11月の5日からですね、フリー走行が始まり、11月の6日のですね、現地時間15時35分から
日本時間で言うと0時午前0時35分からオドツークラスの予選が始まり、11月7日日曜日の現地時間2時30分、日本時間だと23時30分から Moto2 クラスの決勝が行われます。今回はですね、変則的で Moto3、MotoGP、Moto2 クラスという風な形になりますので、チェックもよろしくお願いいたします。はい、いかがでしたでしょうか、今回の動画。今回はですね、 Moto2 クラスの今までのまとめ、そしてですね、次戦に向けた楽しみ方をですね、紹介させていただきました。面白かったなと思った方はですね、いいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。